県東海第二原発から30キロから来ました。2012年、私は5日間鼻血が出て1週間止血剤をもらってようやく治りました。これはこの私今住んでいる時の被爆はチェルノブイリなら避難の公費での避難の権利がある被爆地帯です。その町の工場にで今弾丸や榴弾を作る工場で南スーダンの戦争特需で湧いています。10月に新しい機械が導入され、朝8時から深夜1時半までフル稼働です。その工場には近所のパートの主婦が通っています。私の知り合いもです。背筋が凍えます。あと数年先には、今は10代の我が子が南スーダンや中東の町やキャンプ地で罪もない母子や年寄りに打ち込むかもしれない銃弾を今から日本の母親たちが作っているなんて、天皇陛下が言われたように、まるで1931年満州事変当時の日本そっくりです。低い賃金に耐えながら給料の低い夫を助けて、我が子の教育費や食費を稼ぐために、毎日毎日人殺しの道具を女たちが作るなんて、これが今私たちが直面している現実なんです。しかもこの工場、来年からは新たに2台の機械が導入されるそうです。パート主婦も増えるでしょう。私たちは本当にこのままでいいんですか。もし安倍政権が私たち国民の騙したまま憲法改悪に踏み切り、緊急事態条項が施行されたら、日本にナチスの時代がやってきます。勤務先の上司の命令で普通の会社、病院、工場、役所に勤める若いママやママが強制的に戦争するための仕事に駆り出されます。子育て中になのに仕事をしたことなんてできないですよね。家のローンもあるし、おじいちゃんの介護費用も、子供たちの教育費だってある。戦争で死ぬのも人を殺すのも嫌でも絶対に断れなくなるんです。私は今保育の現場で働いています。戦争でパパやママを亡くす子供たちを絶対に作りたくありません。皆さん、 PPP はお金の力による侵略戦争です。憲法をドリルで穴だらけにして、私たちを米国のグローバル企業の食い物にするのです。30年前から私たち母親が子供たちに健康の食品をと思って添加物とか着色料とかやめるように働きかけて、そういう製品ができたのに全部 TPP でお破産になります。それに原発をやめられないのは三菱や東芝、日立、川崎などの軍事企業を原発や劣化ウラン弾や戦艦の輸出でもせつけさせ、日本全体を誰かの命を奪う武器で儲ける国にすることを安倍政権が目指しているからです。この道しかないなんて、こんな安倍政権に味方する国会議員は憲法違反を犯す裏切り者です。そうだ、自分たち国会議員の給料を値上げに賛成しながら、福祉の切り捨ても自衛隊の海外派遣も本気で止めなかった。本気なら全野党議員総辞職という手段だってあったはずです。私は与野党ともに拠点主に見えます。どこの党でも国民に不利益をもたらし、平和憲法を壊す国会議員はいりません。私たち市民の味方のふりをして、こそこそと裏で安倍政権に加担する国会議員も許しません。私たちには覚悟が必要です。よく正体を見極めて甘っちょろい言い訳をする議員を選挙で落としましょう。
守る唯一の方法です。皆さん諦めたら負けです。一緒に声を上げ安倍政権と戦いましょう。ありがとうございました。戦争で戦うんじゃなく安倍政権と戦いましょうよ。でもう本当に次誰ですか、戦争で戦うんですよ。戦争で戦うんじゃないんですよ。もう350人、女の子も15人行ってますよ戦場に。今戦うのは安倍政権と戦わなくっちゃダメでしょう。気がついてちょうだい。崖っぷちの日本、もう本当に安倍政権と戦いましょうよね。はい、次の人誰かな、ちょっと曖昧言っちゃったんだけど、はい、どうぞ。はい。